はい、こんにちは。札幌占い美容室の山下ことです。今日はお姉さんがパッツンボブですねにしたいということで、前髪はめっちゃ迷ってましたね。切るかアシンメトリーにするか切んないか、さあどうなんでしょうか。途中で変わるんでしょうか、ちょっとわかんないですけど。色は、お仕事柄ブリーチができないのでブリーチしないでメッシュのアッシュグレーみたいな感じですね、はい、にしましょう。これでも全体入ってる感じに見えるんで、それぐらいの方が伸びてきた時とかいいと思うので、ちょっと後ろをやります。またじゃあちょっと前にドン移動、だんだん近づいてきてます。で、こう見ていただくと、あ、ここに入った方が可愛いなっていう場所がちょっと見えてくるんですけど、鉢下あたりでいいなと思うところだけに入れていきます。はい、こういう感じですね。はい、表面のところはここかなっていうところだけにちょっと細めにやって、鉢下のイメージですね。はい、こんな感じですかね。これでとりあえず毛先濡れたんで OK です。ただ今毛先塗ってないので、これでちょっと時間を5分置きます。で5分置いたら今度毛先に、根元の薬をちょっとトナー感覚でちょっとつけていく感じですかね。それで終わりって感じです。おうもうこれはここもうちょっといっちゃっていいんじゃないか、この辺。はいいい、はい、目に入るんで、ここ切った方がいいんじゃない？そうですね。ちょっとだけ目の上だけかな、うん、基本的なところはアシンメトリーになるけど、目の上のところは切った方がいいかな。で、ちょっとこうなってる感じですかね。斜めにこうなってる。で、ここはもう長くいくんで、ここで重さのウェイトを下げてっていう感じ。そうそう、ワンプロセスでウィービングと、グレードの色を同時進行でやって今に至ります。いかない方がいい。いや、でもどうですか。もうちょっといってもいい。はい。ちょっと縛られてアシメトリーになるかな。ここはちょっとね、しょうがないかな。こういう感じに縛った時に落ちる感じです。なのでここがちょっと長いので、そこをちょっと切ります。で毛先こういうふうにちょっとカッツンをしていきます、はい、ちょっとパッツン気味に毛先は切ってます。でもちょっと彼女がそぎがちょっとすごい入ってたんですね。なのでちょっと今日は、まあ、だいぶ良くなったんですけど、そぎが結構中穴開いたりとかしてた部分もあったんで、まあでも狙いでやったとは思うんですけど、今日はちょっと重さを足すっていう感じでやってますよ。で、重さを足すのでちょっとこの辺をねじりながら、いろんな方向に毛がフリルのように遊んでくれるようにちょっとパッツンを作っていきます。逆に癖出やすいようにちょっと癖が動く方向にちょっと今日はあえてやってます。でこれでブラントで足し算ですね。毛先に重さを出す足し算を今日はして、引き算はほぼしません。今日は先をこうね跳ねる方向に持ってきて、ちょっとパッツン、まあパッツンモーブもねいろんな切り方あると思うんですけど、もうね切っちゃったんでこの後ろの方とかはいちょっと回します。ちょっと近すぎるね。うわっこの辺？この辺ですね。はい、大丈夫です。素敵な笑顔です。で、中の方は、はい、説明しますと、ここら辺から、はい、ここの、見えますかね、ここ、ガイドが、ここのもみあげの延長線上のここです。いいですか？もみあげの延長線上のここから、ぐるんって持ってきて、持ってきますね。ちょっとここで分かりやすく止めます。ガイドがここです。ここのラインがガイドになります。でここから上は切らないでください。でどういうふうにするかっていうと、このラインはしっかり頭に入れておいてくださいね。そして、縦で引き出して、ちょっと下向いてもらって縦で引き出します。そして先ほどのガイドラインのところにガイドラインにめがけて、今変な音した。あ、私です。あ、そう。めっちゃ焦った。おまけが本当に焦った。で、先ほどのガイドのところ切らないようにして、ここがちょっと分かりづらいですね。ここがガイドになってて、そこに向かってえぐる感じです。めっちゃ焦った。いやなんかカサカサカサって向こうの方から聞こえたから超焦ったよ。で今これね、先ほど言ったもみあげの延長線上ラインのところをガイドにして、切ってます。それを超えて切っちゃうと表面短くなっちゃうんでダメですね、はい、っていう感じにカットします。真下に引き下げて、この時にね細かく言っていくとしたら、はい、細かく言うとしたら、この2本の指でこの毛束のすっごい細かく言うと、耳の延長線上より下のところをテンション持って引っ張ってる感じです。上のはおまけですね。ここは引っ張らない感じです。分かりますか？ちょっとでここで真下に引っ張って、ガイドラインはここがガイドです。耳の延長線上がガイドです。ここのガイドに向かってズドンと、今日はコンベックスでコンケーブでやります。コンケーブでえぐってる方です。たまにコンケーブでやる場合もあるんですけど、今日はコンケーブで取ってます。なんでハサミは小バルタンをこっち側で持って真下に引いて、はい、でここをストンと切るですかね。真下に引っ張ってここをストンって感じですね。真下に引っ張って襟足をストンって感じで切っていきます、はい、っていうような感じで切ってます。で今ちょっと内巻きになってますけど、これ外羽になるのでっていうような感じでですね。あとは毛先に重さを足したい、結構そぎが入っちゃってるんで、毛先にちょっとこうねじってですね、毛先にブラントカットをちょっと入れて、旦ステムでちょっと毛先にこういう感じに重さを入れることによって、ちょっと重さがなかった紙に少し重さがプラスされて、より髪の毛がツヤがあって見えるというかいい感じに見えます。こんな感じです。ロケ中されて切るんだ。いや、わかんないですよ。これで人に僕がやってるだけ。すごい。合ってるかわかんないです。いろんな方法があるんですね。毛先切ったりとか。全体の切るって難しいですよ。声に聞こえる。いや、そうですよね。うちにさ、いや、俺いつもこれ聞いてるからさ、正直なんともないからさ。変だよね。普通に俺もう毎日の流れだからさ、こういう店そういう系なんだなって思ってました。なんでなんか最初にはいなんていうんですか、こういう系なんていうんですか。なんかインディアンみたいな。じゃあなんていうの。インディアンじゃない。なんていうんだろう。インディアンじゃないよ。なんていうんだろう。オリエンタル系？インディアンである。ケツかいてる時とかこの声めっちゃ入ってきたりする。なんかお客さんすごい待ってんのになんか聞いちゃうみたいな。なんかもう結構テンパってんのにもう無理だなと思ったらもうなんか3人とか待っててもう嫌だと思ってなんか聞いちゃうんだよね。自分を違うところ、違う自分に持っていく。今は混んでないっていうのを。あ、ずっとこれなんですね。音楽。はい。そうですね。だからたまに聞きないけど聞いちゃう時ある。意外と発見する。こういう感じの曲だったんだなっていう毎日かけてんのにそういう発見がある。てかわかんない。これなじませるって感じ。このワックス自体をなじました方がちょっとツヤ感出たりとかするから、それをちょっとこうつけてからやるとグダグダってやるのが自分がただ好きなんだけど。こんな感じです。終了。今日の撮影終わりました。で、はい。パッツンボブにして、同時進行でやることにして、同時で。ワンプロセスでブリーチなしのハイライトメッシュを入れて同時進行でカラーを入れて、あとカットはパッツン系のボブにして前髪は長かったんですけど足目バングに切りました。はい、ということで、終わりたいと思います。皆さんチャンネル登録お願いいたします。はい、ではバイバーイ。